トリスマ高校の山下です、えー、今回はトーナメントを戦う上でということで、えー、依頼を受けて、えー DVD、の作成にに、えー、協力することになりました、えー、私の,あのサッカーですがどちらかというと守りが主ですでなぜそういう考え方になったかというとトーナメントは、えー、引き分けあるいは負けてしまえばそこでゲームが終わってしまいます試合は続けられません。 でいかに試合を続けていくかというところで考えたんですがやはり負けない試合をしたいということでディフェンスが必要なことになってくるという考え方でディフェンスを主に重要なものと考えてやっています。ななぜそううったかというとい 今サッカーに関して高校サッカーに関しては J クラブの子だとかいっぱい選手がいますけどもうちの学校は都立で、まあ、そこそこ進学校なものでなかなかあの一流というか名の売れた選手は来ませんし、まあ、そこそこチクラブでやってましたあるいは中大連の選抜に入ってましたという子がいますけどもなかなかそのボールポゼッションだとか教えても時間がかかりで結果を出すことができません。 ですから、えー、一番この子たちの、えー、ストロングポイント、えー、真面目に一生懸命やる、えー、これがストロングポイントだと思ってますで真面目に一生懸命やるっていうのは何を一生懸命やれるかっていうと、えー、他の子が諦めてしまうことを一生懸命、えー、我慢強くやれるんじゃないか全人口の三鷹高校の時もそうでしたがやはりそういう、えー、ディフェンスというのは私は仕事だと思ってます。与えられれたた仕事を一生懸命やれる子たち を集めた時にディフェンス力というのはどん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 増してくると思いますで、力のないまあ力のないと言っても、えー、そこそこ力はあるんですがその上にはいっぱい足技、えー、技術を持っている子がいっぱいいます、えー、体力的にも強い子がいっぱいいますそういうチームと戦う時に、えー、ストロングポイントをうまく活かすその活かすためにはそれぞれ一人一人に仕事を与えてそして、えー プロジェクトチームみたいなのを作りましてそれで目標を決めてこういうふうにやっていくと。よくあの私はあの子どもたちに言うんですけども歯車はちっちっっゃいいいけれれどいっぱい集まれば巨大な力で回り出すよ。大きな歯車は1枚だけだと壊れてしまうと終わるよですから一人一人がちっちゃな歯車として仕事をすることによって大きな推進力あるいは回転力が生まれて試合に臨むことができると。 ということで、一人一人には、えー、力はないけども、えー、駒場高校サッカー部として出た時には大きな力となってディフェンスをしましょうというふうに、えー、教えています。